みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。人気グループスノーマンの目黒連さん主演のフジテレビ系月9枠の連続ドラマ「海の始まり」月曜午後9時第3話が7月15日に放送され、南雲海を演じる子役の泉谷聖奈な、水谷らなちゃんの演技に視聴者の注目が集まった。写真2年前泉谷聖 オールドルーキーキでは綾野剛の娘役ドラマは脚本・産方美久さん、演出・風間大樹さん、プロデュース・村瀬健さんと目黒さんが出演したサイレント・チームが再集結し、親子の愛をテーマに書く完全オリジナル作品。第3話では海が茜大竹しのぶさんに連れられて、夏・目黒さんの家にやってくる。夏は、 水気をなくしてからも気丈に振る舞う海を心配し、なんで元気なふりするの泣いたりすればいいのにと悲しみの感情を吐き出させる。それまで笑顔だった海の瞳からは、大粒の涙があふれる。やよい、有村かすみさんはハンカチを差し出すが、海はその手をすり抜け、夏にしがみついて号泣。夏は海を初めて抱きしめると、静かに涙を流した。終盤で、 海岸に遊びに来た夏と海はカメラのシャッターを切りながらはしゃぐふと夏は「パパいつ始まるの?」って聞いてくれたけど始めてほしいってこと「パパになってほしいってこと」と海に尋ねる海は「夏くんパパやらなくていいよ」でもいなくならないでと思いを伝えるそんな海を膝の上に乗せると夏は水着の代わりにはなれないけど一緒にはいれる。 と告げる海は「じゃあ、いて」と答え、笑顔を見せるのだった。星名なちゃんは、2017年6月15日生まれの7歳。2022年放送の「オールドルーキー」TBS 系でノ野ーさん演じる主人公の娘役。昨年放送の「一番好きな花」フジテレビ系で今田美桜さんが演じた主人公の幼少期。今年1月期の「厨房のアリス」。 日本テレビ系で門脇麦さんが演じた主人公の幼少期など人気ドラマに立て続けに出演本作のオーディションでは100人を超える候補者の中から何次にもわたる選考を経て海役に決定したという SNS では演技が上手すぎるし何よりも可愛い星名ちゃんのお芝居が凄すぎて泡吹いてるオールドルーキーの時の演技でめちゃくちゃ感動した記憶やけど 本作は7億倍ぐらいパワーアップしてる。この子が足玉なに続く天才子役なのかもなど、称賛の声が上がっていた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。